ファントムです。こんにちは、ジャックです。こんにちは、豆の木です。ジャックと豆の木へようこそ。今日は僕とヴィーガンとの出会いについてのお話です。ほうほう、ジャックには健康上とか宗教上の制限もないのにどうして突然ヴィーガンなの？今から1ヶ月くらい前の話なんだけどね、今後の自分のビジネスや生き方とかについて考えてたんだけどね、最近は今後は食糧難の時代に突入していくとか、今の仕事がなくなるとか、今後は物売りではなくこと売りの時代になるとか、そんなキーワードをよく聞くでしょ。うん、テレビとかでもよく見るよね。だから何か楽しそうなことないかなと思ってネットサーフィンしてたんだよ。 YouTube とかもいろいろ見たりして、でふと思ったんだよね、観光農園やってみたいなって。ええ、観光農園ってイチゴ狩りとかブドウ狩りとかでしょ。今年も一緒に行ったよね。美味しかったし、いいね、楽しそうでしょ。だからとりあえず市役所に行ってみたんだ。新規就農支援とかってよく聞くし、耕作放棄地を有効活用とかもよく聞くし、農地って余ってて有効活用してくれるって人を探してるってイメージじゃない？うん、少子高齢化で跡継ぎがいないとかもよく聞くし、地域貢献とかにもなりそうだし、いいアイデアかもね。だよね。でも実際は全然違ってって、5分後には新規就農の夢破れ挫折って感じだったんだよ。え、どうして？農地を借りるのがめちゃくちゃ高額だったとか？いや、そういうことではないみたいなんだ。僕は農家の生まれでもないし、親族に農家もないので農地は買えないし借りられないんだって。ただし農地を買って宅地にして家を建てることはできる。まずは農家に行って二束三文で修行でもしてくださいくらいな感じだったんだよね。そうなんだ。新規就農者ウェルカムってイメージだったけど、実際はそういうわけでもないんだね。ただし農地を買って宅地にして家を建てることはできるってのも、少子化で住居なんてこれから余っていく一方なのに、なんだかよくわからない方針だよね。そうだよね。なんか農業法人になるにはどうとかこうとかも一応教えてはくれたけど、なんだかややこしくて、聞いてる間にもういいやって思っちゃったよ。農業法人だと税金が安いとかなんとか言ってたりもした気がするけど、慣れないならそもそも関係ないし、あんまり頭に入ってこなかったからよくわからないや。そんな感じだったんだね。なんか既得権とか大人の事情的なのとかもあるのかな、よくわからないね。で、ジャックは農業は諦めたんだね。いや、それがね、確かにいわゆる昔からの農業みたいな方法は無理っぽいかなって思ったんだけど、今年豆の木と一緒に行ったイチゴ狩りのとこって地面にイチゴが植わってるタイプじゃなかったのを覚えてる？プランターで腰よりちょっと上あたりに設置されてる感じで刈りやすかったよね。あ、確かにそうだったね。いわゆる畑って感じじゃなかったよね。そうなんだ。あれを思い出してさ、あれって別に農地じゃなくてもできそうだなって思って。農地じゃなくても例えば空き地や倉庫とかで果物や野菜を作って販売する場合は農家の資格とか必要なんですか？って聞いてみたんだ。そしたら、農家じゃなくても自分で生産した果物や野菜を販売するのは自由ですって回答だったんだよ。ただし JA とかとは契約はできないっぽいことを言ってた気がする。まあでも観光農園であれば直接エンドユーザーに販売するから JA との契約は必要ないし、そういうやり方もありなんじゃないかなって思ったんだよね。そこで水耕栽培という選択肢にたどり着いたんだ。なるほど、水耕栽培ね。 Amazon で家庭菜園水耕栽培キット見たことあるよ。結構流行ってるっぽいよね。ということで今度は植物工場や水耕栽培について調べてみたんだ。水耕栽培は土を使わず水と液体肥料で植物を育てる方法で、土耕栽培に比べて無農薬栽培ができる、生育が早い、土作りが不要、室内栽培や縦に積み重ねた栽培ができる、ひとしのメリットが。あ、そうなんだ。豆の木はもうわかってると思うけど、僕は思いついたらとりあえずやってみたいタイプだから、実際に水耕栽培キットを DIY して室内栽培を始めてみることにしたんだ。この間作ってたのは水耕栽培キットだったんだね。あれ？でも水槽も設置してたよね。水耕栽培に水槽って必要なの？いいところに気づいてくれたね。そう、水耕栽培を調べていくうちにアクアポニックスっていう考え方を知ったんだ。アクアポニックス？私は初めて聞く単語だけど、どんなものなの？アクアポニックスは、水産養殖と水耕栽培を同時に行う、今、世界中で注目されている新しい農業の技術で、最も地球に優しい農業と言われているんだって。簡単に言うと、魚介類の養殖と水耕栽培が同時にできて一石二鳥のアクアポニックスってことだね。生産性と環境配慮の両立ができ、持続可能な農業として、世界中で注目されているんだって。SDGs、持続可能な開発目標、もあるし、これからどんどん進んでいきそうだね。そうなんだ。近年では、都市農業や家庭菜園としても広がりを見せていて、室内でのアクアポニックスも可能なんだって。そこで、やっぱり僕は、とりあえずやってみたいタイプ、だから、実際に、アクアポニックスに挑戦してみることにしたんだ。なるほど。
それでジャックは水槽も設置してたんだね。それで、何のお魚を養殖することにしたの？それはね、土壌。土壌？土壌って食べられるの？そして、なぜ土壌？食べられるよ。僕が子供の頃は神社とかでやってる朝市とかでも売ってたし、美味しかったよ。最近は見かけないけどね。土壌鍋、柳川鍋、串焼き、唐揚げ、甘露煮、など、食べ方もいろいろ。日本のいろいろな地域で、郷土料理としても、土壌を食べる文化が残っているよ。栄養価もうなぎ一匹土壌一匹っていうくらい高いんだって。なぜ土壌にしたかってのは、長くなるし、今回のテーマ、ヴィーガンとはかけ離れていくから、また別の機会に話すことにするよ。そうなんだね。いきなり土壌料理出されたらちょっとびっくりしちゃうかもだけど、美味しいなら楽しみだね。それで、その野菜や土壌はいつ頃食べ頃になるの？それが、調べたことや、理想と現実は全く違ってって、結構大変なんだよね。水槽は臭いし、寝るときはうるさい。発芽も遅いし、発育も遅い。室内の LED では光量も足りない。ポンプ、エアレーション、LED、魚の餌、などのコストを考えると、これが本当に生産性の良い方法なのか、ってくらい問題も多い。とりあえずやってみたいタイプの僕だから。やり始めてうまくいかないのはあるある。そこから、改善していくのが楽しみの一つだし、植物を育てたりすることや試行錯誤することは、趣味としては楽しいので、うまくできるように勉強しながら続けていきたいとは思うんだけど。一つ、どうしてもできないことが見つかっちゃったんだ。どうしてもできないこと？弱音なんて、ジャックにしては珍しいね。どんなことなの？土壌が食べられないんだ。え？急にどうして？食べてみたら美味しくなかったとか？いや、味は美味しいとは思うんだけど。水槽で飼育してたら、僕の中でペット化してしまって、食材として見られなくなってしまったんだ。食べられるものがなくなって餓死してしまうような状況だったら、それでも食べるのかもしれないけど、可愛いペットを美味しそうとは思わないでしょ？うん。確かに生き物の命をいただくわけだから可哀想ってのはわかるんだけど、人間ってそうやって生きていく生き物でしょ？そうだよね。人間はそういう生き物だよね。でも、いろいろ飼育方法や栽培方法を、調べていくうちに、たまたまそういう生き方をしない人たちがいるってことを知ったんだ。それが、ベジタリアンとか、ヴィーガンに繋がっていくんだ。おう、そういうことだったんだ。急にベジタリアンとかヴィーガンに興味を持ったりして、どうしたのかな、って思ったよ。意識高い系の友達でもできたのか、宗教にでも目覚めたのか、とかね。あはは。確かにそうだよね。僕も、ヴィーガン、っていう考え方が存在することくらいは知っていたし、ベジタリアンをもっと厳しくした感じの主義の人たち、みたいな感じかな。とか、ロハスとかマクロビとかスローライフとか、ちょっと流行りのブームみたいなのとかかな。とか、ハラール認証とかも聞いたことあるし、牛は食べないとか豚は食べないとか、宗教上の理由、みたいなのかな？とか、そういう曖昧な印象だったんだよね。僕は、お肉も好きだし、釣りも好き。だから、今まで、ヴィーガン、というキーワードについて深く知ってみたいって興味を持ったことはなかったんだよ。なるほどね。確かに同じ情報でも、気になる時もあるし、気にならない時もあるよね。今回はたまたま、ジャックの、食用に養殖するつもりで飼育を始めたのに、気持ち的にペットになっちゃったことで、食べることができなくなった。という経験と、ヴィーガンっていう情報がリンクして気になったってことなんだね。そうなんだ。だから、僕は、ヴィーガンではないんだけども、ヴィーガンっていう生き方や、考え方に興味を持ったことによって、いろいろ情報を集めるようになって、そうしたら、ヴィーガンっていう考え方に共感できることが、すごく多かったから、自分も、ヴィーガンを始めてみようかなって思ったんだ。でも、急に今までの生活をヴィーガンにってのは僕にはできないから、とりあえずやってみたいタイプ、なりに、できることからやっていこうと思ったんだ。なるほどね。確かに、私もちょっと、ヴィーガンに興味を持ったかも。でも、ヴィーガンってすごく大変そうだし、食べられるものがなくなってしまいそうな気がするよ。友達との外食とかも行けなくなりそうで心配。そうだよね。僕ももっと、ヴィーガンについて調べたり、やってみて分かったこと、とかもあるから、次回はそれについてシェアしていくね。うん。私も、予習とかしてみるね。できることにも少し挑戦してみるね。ご視聴ありがとうございました。次回のテーマは、ヴィーガンって何？ヴィーガンの定義は？なぜヴィーガンになったのか？ヴィーガンである理由です。気軽に評価、コメント、メッセージ、情報提供を通していただけたら嬉しいです。フォローもぜひお願いいたします。